自民党の安倍派は今日派閥の幹部が事件の経緯などを説明するため、派閥総会を開きます。安倍派は若手議員などから派閥の解散論が出ています。 やはり幹部の方々においてですね、しっかりまず構成員である我々メンバーに対してもですね、やっぱりきちっとしたご報告や説明というのは求めたいという。安倍派の中堅若手議員らは昨日派閥総会での対応について話し合いました。安倍派の一部からは派閥の解散や執行部の刷新を求める声が出ています。執行部の一人は派閥の解散も含めて意見を聞く。 いつでも辞める覚悟は持っていると話しています。